黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ、イエーイ。はっ、おおいいね、気持ちいいね。どうもこんにちはです、黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。今ですね、同居セット作ってます。うん、まあ俗に言う結婚式場、ああ、まあ俗に言う宿泊施設そんな感じですね。はい、まあ適当にね作ってるだけなんで、あんまあれなんですけど、あんまり真剣に取られた方なんですけどね。はい、できました。あとゼリーを入れたら完成ですね。あとはまあ新婚生活で必要な料理を作ってあげてですね、置いてあげましょう。よし、仲良くね2人で食べれるように。さあ、ここでね、新婚生活を送っていただくのはローゼンベルク黄金オニクワガタです。うん、これがオスね。そしてメスでございます。メスちょっとジャジャウマくんね、ジャジャウマくんなんで逃げまくってますけど、はい、メスでございます。わー、暴れる。あー、ごめん、大変なことある。やばいやばいやばい、お前ら暴れたら喧嘩なるから。はい、入りました。なんかロマンチックな出会いとはですね、かけ離れてますが、とりあえずここで出会っていただいてね、夫婦になってもらいましょう。いい、うまくやるんだぞね、二人ともね、新しい子供を産みましょう。さてさて、本題の方に入っていきましょう。実はですね、ツイッターの方でものすごーい機械をですね見ちゃいまして、まあ、機械というか道具というかですね、うん、すごいんですよこれが。で、うわすごいですねってメッセージ送ったところですね、なんとですね、送っていただけるということで送っていただきました。はい、どなたかというとですね、木村さんっていう方ですね、作られてたんですけど、封筒が届いてます。こちらでございます。お、なんか書いてあるぞ。スーパーみぞくん、よろしくです。スーパーみぞくんっていう名前なのかな？はい、いうことでね、いただいておりますので、これがね、すごいんですよ。早速これをね、開けていきたいなと思います。はい、開けましょう。いやー、かみってましたね。ツイッターの投稿を見させていただいたんですけど、もう正直そう、神かと思いましたね。すごいんですよこれ。中身は入っております。あ、なんか2つも入ってますよ。マジで出しましょう。1個ずつ、まずは青い方、ジャキーン。おー、これはいいですね。いや、なかなかの完成度じゃないかなと思います。そして、もう一個行きましょう。もう一個も入ってる。うわ、マジで？ありがたい。おー、でかいやつだ。おー、すごい。はい。なんと、こんなものが届きました。いやー、いいですね。これ何するやつだっていう話なんですよね。木村さん、無事に届いております。これなんだっていう話なんですけど、これはね、なんとなんと人工溶質を一瞬で作れちゃう優れたマシンでございます。よく見ればですね、丁寧にここをこうウィーッとこうね、削っていただいててですね、こうサクッと生きやすくしていらっしゃる。すごいね。こちらもですよ、ほら、綺麗に丁寧に削っていただいてます。切りやすいように。これでね、一瞬で人工溶質が作れると。
そういうね、ものなんですね。これが、あれなんですか？スーパーミゾくんっていう名前なんですかね？はい。スーパーミゾくんっていう名前なんでしょうか？スーパーミゾくん。ね。すごいですね。ちょっとね、あれです。オアシス出しましょう。はい、これがですね、人工溶質を作るときによく使う園芸用の吸水スポンジ、ダイソーでございます。ダイソーさんじゃなくてもですね、ホームセンター行ったら売ってるんですけど、まあなんかあんまり性能は変わらないかなと。むしろ多分、これを作ってらっしゃる企業さんがですね、ダイソーに下ろされてるんじゃないかなと思うんですよね。はい、開けていきましょう。ね。よっ、これですよ、人工溶質。作るね。園芸用のスポンジ。これで、人工溶質いつも作るんですけど、まあ、大変大変。どれぐらい大変かというとですね、ちょっと実際見ていただきましょうか。例えばですよ、このようなスプーンで人工溶質を作る場合は、まあ、とりあえずはまず人工溶質の形を作るわけですね。黒猫はいつもね、こんな風に型をつけてます。スプーンで。ね。人工溶質掘るところをね。ちょっと無駄に掘ってんだけど今日はね。でもまあ、許してもらいましょう。はい、こんな風にしてですね、これで掘るわけですね。まあ、確かに楽に掘れるっちゃ掘れるんですけど、うん。これが結構大変なんですよ。ね、こうやって、デコボコになっちゃうしですね。まあ、これ作った人はわかると思うんですけど、結構楽ではないんですね。はい。見てくださいよ。で、こうやってこうですね、ちょっとずつこう削ったりとかしてですね、行くわけです。それなりに深さもいりますんで、はい、こんな感じ。そして形を整える。よし。こんな感じですね。まあ、言っちゃなんすけど、あれなんですけど、うまい方だと思います。作るのね。うん。上手だと思う。この綺麗さ。とてもね、上手に作ってると思うんですよ。はい。ね。うまいですね、僕。なんですが、今、どれぐらいかかったかというとですね、1分ちょいかかってます。人工溶質1個作るのにね。マルガリータだったらこれぐらいでちょうどいいかな。それをですね、これが一瞬で作っちゃうというね。はい。ちょっとやってみましょう。さあ、木村さんのようにね、上手に作れるかどうかわかりませんが、一回やってみます。まずは、こう、サクッと入れて、こう。お、ちょっと訓練が必要だな。あ、でもですね、一瞬でできました。割と綺麗にできてますね。これはね、訓練が必要。は。ほ。あ、いいんじゃないか？今のいいんじゃないか？おお、うまい。自分で自分を褒めている。うまいね。はい、一瞬でできました。あ、これは便利だ。これは便利。もう一個作ろう。あ、ちょっとちっちゃいの作ろう。ちょっとあれだね。隙間が足りないんだけど。まあ、練習なんだこれ。はっ。ちょっとね、やっぱ、うまくいく、なるためには、訓練が必要ですね。あ、でもですね、3回目なんですけど、今。これ。ほっ。おー、綺麗にできてると思う。もう早いですよ、これ。ね。慣れたらですね、相当、いいんじゃないかと思う。ちなみに、破片がこれです。
どうですこれ。ね。うわ、こんなに簡単に。うわ、こんなに簡単に人工洋室が作れるなんて。うわ、面白い。いや、面白いですね。ちょっと大きいのも作ってみましょうか。さあ、こちらのでかいやつで、でかい人工洋室を作っていきましょう。できるかな？いくぞ。は、お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 、なかなか、ゆっくり、ゆっくり、めっちゃでかいのができた。よし。どうなのこれは。あー、取れない。なんだこれ。取れないね。取れた。おー、こんな感じで。お、まあまあの、ねえ。ちょっとこれ広げたいんじゃないのこうやって。わ、これも簡単ですね。周り広げるのも、これで、広げていけば、結構簡単に広がっていっちゃう。あと整えればいいよね。はい。最後はね、微調整をね、こう、手でやる。ただまあ手でやらなくてもですね、十分こう綺麗な感じですよ。はい。ね。どうでしょうか。なかなか上手にできてるんじゃないかなと。いや、これは楽しいですね。はい。あんまりたくさん作れないのが、あや、ちょっと練習なんで、今回は。ほっ。うわー、気持ちいい。腕次第ですね。ほっ、おう。いいね、気持ちいいね、最高ですね。繋がっちゃわないかな。よっ、あ、なんか綺麗にできたんだね。ほら、おー、すごい、これはすごい。はい、一瞬で人工洋室ができちゃう。楽しすぎるだろこれ。調子に乗って遊びすぎたら、こんなになんか残骸がいっぱいできてしまった。いやー、まあまあまあ、これ元にはめ込めるよね。こうやってやったら。はめ込めるよね。ちょっと時間ある時に作っといて、こうやってはめててもいいよね。うん。面白いな、これ。ね。面白い。これかな？あ、違うな。あ、これかな？あ、これだわ。うわ、面白いな。こうか？お、これだわ。これだ。あれ？あ、これかな？ちゃうか。これか。あ、これだわ。あ、気持ちいいね。入るね、これ。あ、パズルみたいになっちゃったよ。面白いな。ねえ。こんなのができるっていうね。いや、それもこれも全部こいつのおかげですよ。はい。あ、入りますね。いやー、面白い。面白いです、これは。はい、ということでね、あっという間に終わっちゃいましたが、ほら、これです。いただきました。いやー、いいですね。うん。ちょっとここね、削るのが大変やと思うんですけど、まあ、頑張ればですね、あれですね。大きさ変えていろいろ作るのも面白いかもしれないですね。はい。ということでね、今日はね、人工洋室製造機、スーパーミゾくん、合ってるのかな？の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。またよかったらね、コメントなんかで感想聞かせてください。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。